はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ、今日はですね、こちらのアビシニアモルモットのキクノスケくんね、昨日やっとエアコンの工事が完了して、でね、やっとね、食欲も、おー、どこ行く？食欲もね、回復してきたかなっていうところなんですけど、ね、そんな状況のもんですから、ちょっとだけね、体重が落ちた感じがするんですよね。で、まあ、もう少ししたらね、次のね、体重測定が控えてるので、おそらくね、減ってしまってるとは思うんですけど、栄養補給したいなと思ってですね、また新しくモルちゃんのね、ご飯を買ってきました。それはね、こちらです。はい、これですね、めぐみモルモット、成長期からのモルモットの主食ということですね。形はちょっと細長いような感じなんですけど、早速ね、開けてみたいと思います。形はこんな感じですね。やっぱりね、予想通り、チモシーの極みにね、形は似てるかなっていう感じですね。チモシーの極みとか、チモシーの恵みだったかな。まあ、メーカーがね、プロセレクション、ハイテッドさんですね。じゃあね、食べてくれるか。あ、もう気になってるんですね。早速食べてもらいましょう。あら、そんな隠れて食べなくてもいいじゃん。よいしょ。はいはいはい。はい。最近思ったんですけどね、ウサギと比べてモルモットって食べるスピードが遅いかなと思って、なんかすごい味わって食べてるような感じがするんですよね。口が小さいのかもしれないですね。口が小さくて、口の中も小さいから細かく噛み砕いて、それから飲み込まないといけないのかもしれないですね。初めてね、目にしたご飯でもね、躊躇なく食べてくれるってことは、やっぱりそれだけね、モルモットに合わせて、指向性が高いようなね、味のね、なんていうんですかね、チューニングがされてるのかな。原材料はチモシーアルファルファ、あとはまあつなぎで小麦粉が入ってます。そしてきな粉、だし大豆、人参エキス、食塩、ビタミン A、ビタミン C、ビタミン D、ビタミン B 群などのビタミンミックス、ミネラルミックス、アミノ酸、タウリン、乳酸菌、EC12。うん。たら、結構ね、有名な成分ですよね。乳酸菌とかのね、EC12 っていうのも、ウサギのペレットにもね、よく入ってる乳酸菌ですよね。与え方がね、ここ書いてるんですけど、まあ、主食として夕方を多めに1回から2回に分けて与えてください。で、目安としては体重の 5% 程度ということなんですけど、まあね、歯の健康ですね、不正光合の対策とか、あとはね、物体ですね、小麦粉も入ってるので、そのあたりを考えるともうちょっと少なめでもいいのかなとも思うんですけど、まあもうちょっとね、成長期になると思うので、もう今のところはね、まあ様子を見ながらね、量はコントロールしていこうと思います。で、ここのですね、商品のまあポイントにですね、
粗挽きプレミアムチモシとアルファルファを、まあ、主な原料として、作った総合栄養食ですね。でモルモットに必要な栄養素をバランスよく含んでいるので、まあ、菊之助くんはねないんですけど、まあ、妊娠とか授乳中の、まあ、女の子のモルちゃんにもいいですよということですね。で安定性に優れたビタミン C の強化配合ですから、まあ、ビタミン C が体内で、ね、作り出すことができないので、そのあたりもねいいですよね。やっぱビタミン C ウサギとは違うので、そこがね強化されてるから、モルモットの、まあ、恵みということでね、商品名がね違うんですよね。で食べこぼしの少ない適度な長さ、確かにね、まあ、めちゃくちゃ長すぎる、あーどうしたどこ行く、めちゃくちゃ長すぎるってわけじゃないですね。だからこれがね、確かに食べこぼしもそんなにしてないですね。しっかりとほとんどのね食べてます。で前歯と奥歯の、まあ、咀嚼を促して歯の伸びすぎ予防、不正口吻のケアができるっていうふうには、まあ、書いてはいるんですけど、やっぱりマッチモシ一番狩りがねベストだと思います。はい、ということでね、今日は久々にモルちゃんのご飯を紹介して部屋干しながらね食べてもらいました。はいはいはい、蹴られた。横っ腹ね嫌いだからね、ちょっと撫でるとしたらねここぐらいしか好きじゃないんですよね。はい、あらもういらないか。意外とね小食なんですよね。よくこんなね小食なのに 900g にねなったなというのは正直思います。はい、ということでまた今後もねこの超個性的なキャラクターの菊之助くん、よいしょ、どんどんいろんな動画を出していこうと思いますので、ぜひともチャンネル登録してね、またこれからもこの子の日常をね見守っていただけたらと思います。はい、よければまたね可愛いなと思ったら高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよならー。